はい、こんにちは。こんにちは。とりあえず下関着きました。昨日の夜から延々と何時間かかった？今58分だった。1時間20時間だよ。バス乗って新幹線乗って、はい、青春18切符の旅で延々時間かけてきましたけども、これさ、あの今回父ちゃんのテーマなんだってさ、無駄な旅、君たちに無駄だなって言わせて、一つ一発言ってもらおうか。無駄だな。あのさ、これね、いろんな交通手段使ったんだけどさ、これぶっちゃけね、新横浜から新幹線で下関すぐ来れるの、そこまで5時間かからずに。5時間かかんないの。しかもね、かかる金額が新幹線でポンと来るのと、バス使って今日の新幹線乗って青春18切符買ってくるの、ほとんど同額です。無駄だなぁ。いや、でもこちらがのんびりしてくれてるんだけどなぁ。無駄だろ。でもね、あのサトシがあのバスをみんなで乗りたいとか、とりあえずそれやりたかったのよ。あともう一つ、本当は大阪大阪が起点だったんだけど、諸事情によりこの下関が起点になっております。なんとなく気づいたかもしれないけども、この下関ってさ、何がある？やっぱさ、海でしょ。見たよな、見えたよね。父ちゃん言ったよね、九州に行く旅って。はい。背後に何がありますか？あった。あ、こっちだ、こっちだ。下に下関、なんて書いてある？国内ターミナル。国際ターミナル、配慮地区。はい。厳しい。サトシ見てごらん、後ろ。サトシ、いや、無駄言うな。やっぱさ、海外って言うからにはさ、船で行ってみたいじゃん。外にね、海のね。あ、飛行機以外で行ってみたいじゃん。わかった。99万円の世界一周旅。行かないよ。さすがにそれ行かないよ。アメリカ。あ、それくると、あの、かなりスケールが小さくて、あの、プサンに行きます。プサン、わかる？オーストリア。韓国のプサン。はぁ、あのフェリーで、今日の夜、この後ちょっとチェックインの時間、実はギリギリ迫っております。だから急いでたんだよ。チェックイン6時半までに済ませます、済まして7時半ぐらいかなに出航して、明日目が覚めたら韓国プサンです。目が行きましょう。覚めたらプサン。ちなみにね、りょういちが途中気づいたでしょ、博多とかにもフェリー出てんのよ。だから韓国行って、そっから九州に入ることができるんですね。というわけで、フェリーで行くんじゃないの？フェリー、フェリー、よし、ゴー。はい、というわけで、わざわざそのために下関に行きました。ここから本番です。単なる私のわがままかもしれないですけど、興味で船で日本を出てみたいということをやってみます。大阪生まれのフリフリミックチュチュを飲みながら美味しかった。というわけで、続きは明日は韓国になりますけども、 Wi-Fi 繋がるかな、ちょっと分かんないんで、動画上げられるかどうか分かんないけども、引き続きよろしくお願いします。